はい、こんばんは。書店市場ひかりです。今日もね、ハードオフ2店舗とリサイクルショップ2店舗と、あとゲームのなんか街のゲーム屋さんみたいなリサイクルショップを1店舗と、あとはセカンドスリート1店舗回ったので購入品紹介をしたいと思います。今日はね、まあって感じ。じゃあ行きましょう。まあね、結構ね、高いの1個買っちゃって、これね、ちょっと本当にもう買い方で言うと、うわー買ってみたいな、うわー買ってみたいな感じの買い方したんだけど、楽しいね。これ買っちゃいました。ツイッターにはアップしたんだけど、じゃじゃん、これね、なんこれ 3DO で合ってるんだよね、読み方。まあ、ね、知識まだ浅いんだけど、なんかもうゲームできるセット入っててね、3240円なんですよ。で、まあリモコンも入ってるし、もう全部コントローラー入ってとか全部入ってて、あとソフトも入ってて、本体で、しかもゲームできましたって書いてあったわけ。まあ細かいチェックはしてないけど、まあ一応動作 OK っぽいよみたいな感じだったんで、3240円買っちゃいました。3月31日入荷、今4月3日なんで、まあまあ入荷したて で3月3日入荷で MSX かな、がね、1万800円かなで売ってたんですけど、そっちは1万円だし、ちょっと今1万円あんま出費したくなかったんで、とりあえず 3DO から買いました。うん、それまでソフト4本付きで結構良かったんだけど、今回はちょっと 3DO 買いました。ゲーム1本しかないけどね。ああ、もう買っちゃったね、嬉しいね。いや、もう買っただけで満足。もうね、3240円分のもう満足感を得た。うん、別にこれもう置いとくだけでいいし、むしろもうこのままだけで上げてもいいレベル。いやー嬉しいね、これ。ベブルビーチの波紋？波動か、波動。っていうソフトなんだけど、説明書がないんですよね、これ。まあ、3DO のソフトって今まであんま探したことがなかったから、あんまり見かけないよね、しかも。まあ、探したことがなかったね、3DO のソフトは。うん。まあ、これをまず買いました。これが1個目。もうやばい、ベッドの上が。まあ、このベッドに寝てないんですけどね。で、次、今同じハードオフで買ったんですけど、こちら、DS と、アドバンスかなの、ケーブルですね。あの通信ケーブル、これ前もね、なんかね、見かけたんだけど、このピカチュウが、ね、いなかったんだよ、その時は。今回ピカチュウもちゃんといて、状態は良くて、ポケモンモンスターボールあって、108円だったので買いました。はい、入荷日はいくつになってる、これ4月入荷なんで、3日以内に入荷したやつ。これ状態いいんだよね、これ。これ欲しかったやつで、ちょっと、ピカチュウが今回いたんで買いました。前のはピカチュウ取れてたのね。逃げたみたい、ピカチュウが。うん。で、そのハードオフなんだけど、一時ほんといいのがなくて、なんかもう DS が1600円で売ってたりとか、ゲームボーイとかも全部1000円超えとか、1600円、2000円とかで売ってたりするようなとこで、俺ちょっと怒ってたんだけど、一番近所なのに、まあ、一番二番目に近所かなのに、超高えよとか思ってたんだけど、今日はね、もう一個あったんですよ。見かけた瞬間、あ、当たり来たわ。あ、当たり来たっていうか、たまにあんじゃん、ハードオフでさ。見た瞬間に、あ、やったねみたいな。ラッキーみたいな。嬉しいみたいな。もうこれね、じゃじゃん。はい、何だと思いますこれ。まあ、カーズのマックインなんだけど、の CD プレイヤーです。はい、しかもこれね、 CD 再生 OK 324円、4月入荷 CD 再生 OK で324円ですよ。やばいっすね。ただアンテナが破損なんですよ。ラジオもこれ FM AM 聞けるやつなんだけど、アンテナ破損なんだけど、まあそれはね、直せたら直すし、別に直さなくてもいいかなとか思うんだけど、これめっちゃ良くない？デザイン。ここね、この部分がアイコン持てるようになってて、持てるんだけどバランス悪いよねみたいな。しかも AC アダプターがちゃんと結構互換性のあるこのね、定番のメガネ型のやつだから結構使えるよね。うん、ちょっとね、ここのシールがね若干剥がれてるから、もしかしたらここはね、俺なんか好きなシール貼っちゃうかもしんない。これはね、売るつもりはないですね。これはね、安かったけど売らないかな。これはね、いいね。前のドラえもんのここにあるんだけど、カセットプレイヤーと同じぐらい嬉しい、これは。しかも320円、安い、これはいい。うん、こんな感じ。これがハードオフの、
一応1店舗の紹介なんですけど、まだ他にもいろいろ買ってまして、これね、セカンドストリートの袋なんだけど、最近まあ普通にね、いろいろまとめて買ってます。セカンドストリートから行こう。まずこれね、ちょっとリストバンドなんだけど、ちょっとよくわかんないんだけど、これなんかロックマンオールとか書いてあって、ペンパルス、わかんない、50円なんだけど、まあ夏場とか運動するとき結構使うんだよね。うん、だからリストバンド50円なんで買いました。次、これね面白いんだけど、ご当地フチコシリーズ、顔ハメのフチコ、これね50円だったんだけど、見るかな、顔ハメのフチコってやつ買いました。はい、まあ、これ50円、セカンドスイートで、セカンドスイート、あ、ちょっと今もあの廊下にあるんだけど、ハリスツイードだっけな、そんな感じのブランドあるじゃん、服の、服カバンとかのブランドかな、のスリッパが300円だったんで買いました。それはまあちょっと今持ってきてないんでね。次ね、あのすげえ汚いリサイクルショップあるんだけど、個人経営の、これ買いましたね。はい、ヨッシーのロードハンティング、これね、これが必要なんですよ。別売りのスーパースコープが必要なんだって、通常のじゃなくて。まあだったんだけど、これはね、後で探すつもりなんで、こういうのは。なんで買ったかっていうとね、まあとりあえず開けてみたんですよ、一応ね。説明書はもう新品同様で、中身なんて袋に入って新品だったんだよね。だから、だから中身新品、外箱はまあちょっと傷んでるけど、まあいいかなみたいな。うん、まあね、これが必要ってことであんま需要ないんかなと思って、うん、だから売り残ってたんかな。もう売り残ってはないんか、割と新入荷っぽかった。でもそこね、雑なんですよ、雑なんですよ。値札とかついてなくて、100円だよって言われて、あ、そうっすかみたいなで買いました。そこの店長がね、めっちゃフランクな人なんですよ。めっちゃね、あ、100円です、あー、これこのコントローラーないけど大丈夫ですか、あー、オッケー、そうですみたいな、それよくわかんないですよ、うん、まあ次ね、ちょっとね、このお店ね、前にも別で結構買ってるんだけど、じゃじゃん、このね、まずグランツーリスモのプレイステーションポータブルと、勇者のくせに生意気だ2と、おオア2どういうことなんだろう、よくわかんないけど、とあとこのね、ロコ2、まあ PSP のソフトがね、3本で100円だったんですよ。だから最近結構そこで、まあ今はね、3本で100円だったり、あとプレイステのソフトも3本で100円だったり、3本で50円かだったり、 Wii のソフト2本で100円だったりとか、結構安くて、あとプレイステ3のソフトは、2本で300円かなとか、結構安いジャンク売りしてるんだけど、そこ一つのカゴ、あのカートみたいなのがあって、そこになんか処分品みたいなのが分かんないけど、なんかジャンク品ってあのコーナーがあるんだけど、年末かな、年始ぐらいに行って、その時はもっと大量になって、その時俺もう50本ぐらい大量買いしたわけ。それまだ紹介してないんだけど、今回もまたね、売れ残りっていうか、まあ残りがあったんでちょっと買いました。前回その時ね、すげえ急いでたから、もう50本ぐらいバーって買った、もう1本すっげえ勢いで買って、もうなんかカゴにもうバーって入れて、適当にもうレジでやってて買ったんだけど、50本ぐらい買ったのに、もっと買ったかな、わかんないけど、なんか1000円ぐらいだった、すげえ安かった。今回はこの3本で100円なんで、すっげえ安い、街のゲーム屋さん。あ、次ね、ハードオフでね、あの探してたこれ見つけました。じゃじゃん、わかるかな、ドラえもんのね、64のソフトなんだけど、のび太と3つの精霊好き。俺の予想なんだけど、これまだね、ゲームやってから知りたいから、ストーリーとか調べてないんだけど、これ日本誕生のやつじゃないかなと思ってるんだけど、違うかな、精霊王だから、精霊、んー、だからそんな感じするんだけど、違うかな。まあ64のね、ドラえもん、これなかなかね、100円で売ってなくて、苦労して探しました。108円で3月入荷。うん、いやー嬉しいね、ドラえもんのゲームはね、もう結構いいんだよ。うん、やばい、あ、これメールか。はい、こんな感じかな。そう、まあこんな感じですかね。うん、あとはね、まあ悩んだのもいろいろあったよ。レトロな時計とかね、まあ、500円でうんとか思ったけど、ちょっとやめたんだけど、うん、結構ね、あって、あと悩んだのなんだろうな、あとはまあマイクロソフトのマウスが200円だったんだけど、今マウス最優にあるからあれかなと思って、これね、俺の一番の好きな飲み物、マウントレーニア。いやー、今日はね、買ったねっていうか、そんなに買ってないんだけど、あの 3D を買っちゃったから、 3D を嬉しいですね。いやー、これね、この状態の良さね、これね、これね、嬉しいね。
や3000円っていい値段、いいとこだよね。衝動買いできちゃうもんね、3000円なら。やばいっすね。こういうね、ケーブルとか全部ついてるとこもね、いいよね。多分ね、安く買おうと思えば600円ぐらいで買えなくもなさそうな気もするんだけど、まあ、買えないよね、600円じゃね、なかなかないよね。ちょっとまだね、この 3D に関する知識は、ね、全くないので、ちょっといろいろ調べて、とりあえずまあ、一旦ゲームしてみたいと思います。ということで今日はね、以上です。合計金額4000、5000円ぐらいかな。買ったな、3D を。じゃあ、バイバイ。Please subscribe.